ヤコブ・ヘルは、古代エジプト第2中間期のファラオ。27個のスカラベ印象から知られるが、統治していた王朝については、諸説あり確定していない。歴代のファラオを研究する上での、第1級の資料である、鳥の王名表は、損傷が激しく、特に第13王朝以降の乱は著しく、欠損しているため、ヤコブ・ヘルの記載された場所を特定できない状態にある。 もう一つの資料であるマネ島のエジプト詩はギリシャ語で書かれており、王の名前もギリシャ語に近い響きに改められているため、その中の誰かに当てはめるのは困難である。第二中間期の初期に第十三王朝から独立し、デルタ地域を支配していた第十四王朝の王であったとする説。ヒクソス系の第十五王朝の王であるキアニア・サキルハルが、 外国の支配者を意味するヘカカウスとの呼び名を完成られているのに対して、ヤコブヘルには、それが見られないこと、シェシがエジプト式に即位名を用い始めたのは当時の後半からと思われるのに対し、ヤコブヘルの印象にはすべて、メルユセルラーという即位名が付属しているため、ヒクソス系の王と考えにくい、などが根拠として挙げられる。ヒクソス系諸行の名手である、 第15王朝の王とする説。同王朝のキアンのスカラベ印象の様式が、ヤコブヘルのものとほとんど同じであることが証拠に挙げられている。この説では、ヤコブヘルと同じく所属する王朝が不明瞭な王であるシェシが、第15王朝の初代王とされ、ヤコブヘルはその後継者で二代目の王であると考えられている。ありがとうございます。